11月21日午前中の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて87円82銭高い 18,055 円23銭で終えています。先週金曜日は 18,000 円台にワンタッチしましたが、終値では 18,000 割れ、今日は午前中の段階では終始 18,000 を下回らずに終えています。トピックスも先週末に比べて 10.67 ポイント上昇し 1439 で終えました。東証2部指数、日経ジャスダック平均、マザーズ指数いずれもプラス圏で午前中の取引を終えています。今日は為替相場がさらに円安に触れていまして、午前中の取引の段階ではおおむね1ドルが110円の80銭台から111円台ということであります。この時間11時46分時点でも1ドルが110円の87銭から90銭となっています。111円に近い円安に触れているということが東京市場株式市場の支援材料になりました。日経平均株価冷やしチャートです。先週金曜日1万8000円台に乗せましたが、終値では1万8000円割り込んでいます。今日は1万8000台、先週金曜日以降1万8000円どころで値固めができるかどうかといったところが年末の株高を占いそうです。今日午前中の段階では一度も8000円割らずに終えています。為替相場が円安方向には触れていますが、さすがに例えば自動車株などこれまで買い続けられてきたということがあって、上昇一服の銘柄も目立ち始めました。例えば自動車の7270富士重工、先週金曜日4500円台につけましたけども、そして先週金曜日よりも今日の方がさらに円安に触れてはいるんですが、さすがに窓を開けて何連騰もしていますので、高値警戒感もあるということで今日はやや売り物が優勢でした。午前中の段階では11円安で終えています。ただ11円安で陰線は引いていますが、ここで開けた窓を埋め切るような陰線ではありませんので、株価天井圏と見ている売りもありますが、ただここからさらに上に行くだろうと見る買いも入っています。売り買い交錯、高値圏での陰線でありますが窓を埋め切っていない陰線であります。このあたりそれなりの買いマインドもあるようです。一方で例えばこちらの銘柄9110海運株、今日は堅調な動きでありました。9110の NS ユナイテッド海運であります。このところ株価の方垂直的な右肩上がり急騰を見せています。今日も先週末に比べて3円高190円まで買われる場面がありました。海運株をめぐってはバラ積み線の指標を示すバルチック海運指数という指数が、こちらが先週末時点で12連騰しています。1257ポイントまで伸びてきています。海運指標が回復している、あるいはこれから回復が見込めるといったことで海運指数などが上がっています。これに連動する形で東京市場でもユナイテッド海運などの海運株、今日は強い動きを見せていました。今日5番が始まりますけども、1ドル110円台後半から111円台の円安を受けて、日経平均株価として終値で1万8000円固められるかどうかといったところが5番の注目ポイントになりそうです。以上、全日経の模様を東証アローズからお伝えしました。